研究所を訪れたのは、今年第76代全米桜の女王に選ばれたアレッサンドラ・イベンジャリストさんと、日本桜の女王の杉浦美織さんです。研究所では職員らの歓迎を受けた後、現在ワシントン州にある桜の名所に植わる桜が、今から112年前にこの施設で育てられたと説明を受けました。 一行はこのあと寄贈100周年を記念してワシントン州から贈られた里帰りの桜を見学するなどして日本とアメリカの友好を深めていました。